ウィリアム・ボイド・マケシュニーは1910から1930年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手及び監督。選手時代の主なポジションは三塁手。ペンシルベニア州、ウィルキンスバーグ生まれ。右投げ、スイッチヒッター。ニックネームはディーコン。これは彼が教会の合唱隊に参加していたことが由来と言われる。 監督時代に2度のワールドシリーズ制覇を含め、ナショナルリーグを通算4度制覇した。1962年に監督としてアメリカ野球伝道入りを果たしている。1907年にマイナーリーグのワシントンからパイレーツに入団する。同年は3試合に出場しただけで、本格的にメジャーで活躍するのは3年後の1910年からのことである。 守備的で内野は、どこでもこなす選手だった。パイレーツには1912年まで在籍し、その後、ブレーブス、ヤンキースを経て、1914年には、フェデラルリーグのインディアナポリスに移った。同年、マケシュニーは打率30。304、173安打、47盗塁、107得点と、活躍しチームは、フェデラルリーグを制覇する。 1915年にニューアークの監督兼任で1年過ごす。同年フェデラルリーグが解体されると、その後はジャイアンツ、レッズを経て1918年に再びパイレーツに復帰した。現役としては1920年まで試合に出場し、その後は監督業に専念するようになった。マケシュニーは1922年からピッツバーグの専任監督となる。 特に投手力、守備力を重視したチーム作りを進め、1925年にはパイレーツをワールドシリーズ制覇に導く。1928年にはカージナルスの監督となり、就任1年目にリーグ制覇を果たす。1930年代はブレイブス、レッズを引きレッズ時代にさらに2度のリーグ制覇を果たした。 2006年現在で、マケッシュニーは、ナショナルリーグ3球団をリーグ制覇に導いた、唯一の監督である。レッツの監督は1946年まで務め、その後は、内野コーチとして、さらに4年間メジャーリーグと関わっている。1965年に、フロリダ州ブレーデントンに撤去。順位は、年度最終順位、フロリダ、フェデラルリーグ。 ありがとうございます。